こんばんは、日常演舞です。本日は業務スーパーの最高贅沢マンゴーを食べていきたいと思います。マンゴー何なんでしょうね、これ。ピューレみたいですね。牛乳パックスイーツだと思って買ったんですけど、実はまた違うのかな？ピューレとは。どうなんだろう。どちらかというと液体でドロッとしてるイメージが自分の中ではあるんで、以前食べた白桃ゼリーと同様にこぼすと嫌なんで、今回もちょっとスープ見せられないんですが、なんかちょっと持ち帰り方が悪かったから中身が崩れてしまっていましたが、このように綺麗なマンゴーが出てきました。ピューレって、プリンとかとまた違うのかな？まあ食べてみればわかります。では、いただきます。ごちそうさまでした。まず勘違いじゃないですけど、これ、ピューレって何なんだろう？プリンだぜのかの、あれでます。もう言ってましたけど、ここ。見えづらいですけど、プリンって書いてました。何を見てるんだ、自分は。しかも、出すのうまくいかなくて、ちょっと汚い焼き方になってますし、マンゴーの味についてなんですけど、かなり濃厚で甘いマンゴーで、って。で、果肉をそのまま食べているかのような美味しさがありました。それで、本当に贅沢な気持ちになれるマンゴーだなと思いながら食べていたのでしょう。ちょっと甘さが強いので、途中で飽きてきてしまうので、一度で食べるものではないですね、これ。なので、あなたが食べるときは、数回に分けることをお勧めします。今回食べたマンゴーは、かなり贅沢な甘さが味わえる美味しいスイーツということで、ボテンとさせていただきます。それでは、青唐辛子、骨を焼くかな？この体を焼いちゃダメですから。というわけで、本日は業務スーパーの濃厚贅沢マンゴーを食べてみた動画でしたが、あなたは食べてみたいと思ってくれましたか？もし思っていただけたのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。演舞終了。